どうも、ピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ミスターバルディトードシャープトロール破撃のピオということですね。はっ、随分ひどいことを言うもんになったもんだな。君はそんな人だったかい。キノピオがどんな思いで被り物を被ってるか知らないくせに、なあハゲってれるさんよ。これさ、僕とテレルさんの仲を知らない人が聞いたら、めちゃめちゃ言ってんなこいつって思われるだろうな。まあいいか、これを機に覚えてもらえれば。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.07%。 そういや最近気になるコメントがあったんだけど、開幕のネタバレをやめてほしいっていうコメントだったんだよね。 YouTube ってさ、動画を開いたらコメントがすぐ見えるようになったじゃん。それで開幕なんとかっていうのが見えてしまってネタバレになってしまうみたいな。いやでもさ、そういうのってコメントをする人が悪いわけじゃないじゃん。でもさ、開幕のネタバレをやめてほしいっていう気持ち、すげえところから出てきたな、開幕クッパ様。ただ僕からのお願いなんだけど、そういうコメントがあったからといってひどいことを言うのはマジでやめてほしい。じゃあコメント見るなとか、もらった側っていうのをね、そういうの見たらめちゃめちゃ辛い気持ちになんのよ。僕も辛いから助けて。誹謗中傷っていうのはマジで人を死まで追い込んでしまいます。僕のチャンネルでマジでそういうことはないでほしい。むしろどうやって改善していこうかなって、みんなで前向きに。貴様、トロールコースをしながらいい言葉を喋るって全然向いてない。もうね、いい言葉喋り寄った途中でも罠に引っかかって、貴様とか、うわーとか、そういう言葉に書き消されちゃうんだよな。これでオンオフが変わってる。で、下に行ってみようか。ピンクコイン？え、今日もピンクコインコースなの？え、前回の悪夢が蘇ってくるんだけど。前回めちゃめちゃきつかったもんな。で、今日は何個？ 1,2,3,3 つ集めりゃいいのか。あ、でも行き道が4つあるな。これどっか1個フェイクなんでねえの？ここがそうだと思うよ。そうだろう、制作者。違うんかい。じゃあ上に行きます。右に行っても特に意味はなさそう。うわ、こいつ踏んだら絶対なんかしてくれて、すぐ左に逃げようか。合ってんじゃない？そしてもう一回オンオフをしていいのかな。スピンで行っちゃみる。スピンで大ジャンプ、唇植物。最初から大ジャンプしておこうか。これでバックに当たることはないけど。ダサマ、少し左寄りでオンオフをする。ザマ、いや違うんだって。この赤ブロックのところは盲点だったな。じゃあ左にジャンプしてみようか。そうするとパワーブロックがあるね。で、裏がキラキラ輝いてるけどピンクコインがあるとか。で、さっき落ちたから分かってるよ、ここにマグマがあるっていうのはね。これも僕のさ、クリアクのうちの一つさ。さあ B スイッチを押して、あのドアの方まで行っちゃおうか。動けよ。頼むって、もうちょっと左に行って、左に戻るってか。鬱陶しいな、このホギャー。これで終わりだったらめちゃめちゃ簡単じゃないか。今日は簡単なコースですみたいな。まあそんな簡単なわけないよな。こっから罠が変わってるんでしょうね、きっと。上に行くしかない。さあ今度はボム兵ちゃんが出てきてる。このボム兵をどうするかよ。踏んちまったけど、どうしよう、上か。何も変わらんのか。じゃあオンオフをしてもう一回下に行かなきゃいけない。あ、それでさ、さっきの P スイッチのところに渡れるようになるんじゃない。これでいいだろう、きっと。さあお題を今度こそ連れてってくれ。なんだよそれ、さっきよりハゲの出てくるスピード速くなってんじゃんか。それもう行って。ちょっと気になっちゃったんやけど、さっき戻ったじゃん、この土管に。戻らんで右に行くでしょ。で、ここで B スイッチを押して左に行ったら左が開いたんだよな。あ、こっちが正解だ。あそこにドッスン置いてるってことは、こっちで間違いないと思いますね。さあ、ここギリギリに隠れておく。で、土管入れんやん、これ。まああっちの土管じゃないんだろうな。さあ、この雲に乗ってこのドアに入る。ちょ、雲どっか行って。雲の操作ってしにくいよな。あ、これで終わり？終わりだね。いい子が早いね。今日は簡単みたいだ。さあ次のコース行こうか。いや、と言ってもね、絶対どっか罠だと思うんだよな。ここか、ここが特に何もない場所みたいだ。いや、なんかあるぞ。え、これ最近コースで見たんだけど、こっちで大丈夫？この下に行って、この前と同じじゃねえか。おいおい、ネタ切れかい。ネタ切れてるろさんかい。前回と一緒なら僕簡単にクリアしちゃうよ。左に魚が落ちてきた。この前と違うやか。確かいつかのコースはこの辺に魚が落ちてきたんだよな。だから右に追っとけば大丈夫だったんだけど。で、今度は右でよかったっけな。右に行きます。ブブーじゃねえんだよ。いや待てよ、それいけるんじゃないか。あの一マス綺麗に入ったらかっこよくない？ちょっと見てて。
いけるわけねえだろ。くっそ、今の一マス抜けたかったな。抜けて調子こきたかったんだけどね。あれれ、こんなゲームあったんだって魚。前と一緒のコースだと思わない方がいいね。さあここで魚3兄弟をかわしていく。でこれで土管に入れるでしょ。もう終わりなんじゃない、さすがにさ。いやまだありそうだな。やっぱりあったか。じゃあここでオンオフをして何もしない。この黒いバックバカ。まあ、正直全然ぬるいですよ。前回のコースがマジで泣きたいぐらいに鬼畜でしたからね。これで下に進める。でピンクコインを取りの。オンオフをしに行こっかな。上すげえ気になるけど、死に行ったでしょ。あそこよく見たら裏にバーが隠されてるね。じゃあ一旦左にすぐ逃げる。で上は特に何もなさそうだな。これで本当に終わりっていう感じなんでねえの。やっは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 。今日は早いよ。もうちょっと難しくてもいいんだけどな。いや待てよ、そもそも鍵ドアのところでピンクコインを1枚取ってるから、これ全部ちゃんとしたルートなんじゃない。そうだと思うんだよな。そもそもね、僕の方がテクニックがかなり上手いっていう可能性があるもんね。ということは、あなたは僕にとって一生難しいコースを作れないってことだ。だから僕をこれ以上傷つけないで。上行って左を出発します。これで右に流されることはない。うん、落ちてこないね。あ、この光みたいなのが目印になってるってことかな。じゃあここで右をシッパー。よしこ久しぶりだね。裏切らないでくれよよしこ。よしこもう教科書。よしこ見つけて裏切らないでくれよよしこよしこっていう流れがもうやる前から見えちゃってる。何の面白みもないんだよな。よしこよしこ待ってよしこよしこ。二度も同じ絶叫を使うんじゃないよ。じゃあ食べたまま行こうか。息アップが出てきたな。息アップなんていらねえんだよ。僕にゴールを見せてくれ。よしこはいらないってか。いや当たってこっから左を進歩すれば。よしこ頼むってどいてよ。これどうかしていけないの。これあたる邪魔なんだよ。ピーヨシザルスめちゃけっぱさ。なかなか面白いことをしてくれるじゃねえか制作者さんよ。じゃあここはよしこがいらなかったのね。で左を進歩 C の10コイの方はいかねえよ。このまんま上に何か出てきた。離そうか。左に注意書きしてるじゃん、パックに気をつけろって。じゃあここは上は特に何もないのね。じゃあこのまま上に行っちゃっていい。これは何が襲ってくるのかな。この場所で待機しておこうか。ただこの場面はもうこれで終わりのはずだ。さっさと左に行っちゃって土管に入ろうか。太陽ちゃん一旦待っておけばいいのか。それで太陽をかわすことができるのかな。この辺で待っておいたらもう一回オンオフしてくれた。さあ土管に入って終わりだと思うね。いや違うの。え、あ、これ最初の場所。あ、わかったわかった。ここでさっきの場所戻るっていう感じだ。びっくりさせやがって。さあラストの場所に行こうぜ。そういやみんな気づいた、今日キノピオでやってるんだよね。今更だよ、もう終盤じゃねえか。じゃあこのブロックを叩いてみようか。フィッシュボーン。じゃあこいつでオンオフをしてくれるみたいな。パウが来てくれて倒します。で下に行って、うん、全然罠ないじゃん。多分ここにねキノコが隠されてると思うんだよな。ほらほら、あっつマジでナオゴミあいつ。右にワンナップ、パワーアップ記録2つあって皆さん気になると思うんですけど、私は行きませんよ。この制作者のことだ。絶対これは罠に間違いない。あれれ、制作者ここで変わっちゃったのかな。俺を舐めるなってんだ。さあ、ああ、でやめて、ペプロさん。出たら左を進歩。これで大丈夫。で、このボーンっていうちゃんぽんのスープ美味しくない。意外とね、この裏にキノコが隠されてあって、それ取れる可能性もあるもんなんだよな、たまに。じゃあここでハテナブロックを叩いちまったけど大丈夫。いや、あのパンいるんじゃない。舐めやがって。ここは牧場か。あのドアに行くまであと1回ぐらい何かありそうなんだよ。わあその罠は何度引っかかってもいい。いや僕がですね、好きな罠トップ3に入ると言っても過言じゃないですね。このクッパクラウンとドッスンが押し寄せてくるやつ、これ見た目めちゃめちゃいいよな。ここは何かある。キノコのすりつぶしがあったわ。これ早く上に行くのか下に行くのか分かんないんだよな。この辺でジャンプして、あ、ジャンプしなかったらいいってこと。でどこにいる。あ、ここにいるじゃん。さあドアに入っていきます。終わりかな。まだ終わりじゃないのね。 Do it。 これ取れってか、むずくない。あ、ここで倒してピンクコインを下に押してくるみたいな。黄色じゃねえんだよ、これどうやって取るのよ。あ、ここバーがあるじゃん。だからここでちょびちょびすればいけるかな。はい、
Do it って何だったっけ。確かできるとかそういう意味だったっけな。さあ土管に入って、もうさすがに終わりだと思うよ。これでピンクコインをすべて集め、あれ集まってない、なんで、なんでどこに消した俺のピンクコインよ。分かったかもしれん。最初は左の枠のところにピンクコインがあったじゃん。それを最初取っちゃいけなかったんだ。あれを取ってピンクコインを全部集めたら、それが鍵になってピンクコインの獲得数がゼロになっちゃうんだよね。だからちょっと詳しく説明するの難しいんだけど、とりあえずあれは最後取れっていうことですね。やしまた、もう一周して全てのピンクコインを集めてきましたよ。この先ゴールにあるのかい。もうあってもいいよ。借りよって、鍵をちょうだい。またやり直しはないね。ありがとう、ありがとう、鍵くれたね。じゃあここは右足パンパカパン。わかんないですけど、今度下開かないんですけど。下開いた。過呼吸なるって。何もしないで、そうすると砲台の上に乗れて、この後だよな問題が。右下ね、いいの？こっちで大丈夫。 GG って書いてる。本当にゴールさせてくれんのか。ゴールがあるじゃねえか。あ、今日なんか優しめにゴールさせてくれそうだね。え、これマジゴールできるんじゃない？やったもうハゲたキノピオはいいんだって。かわいそうなことすんなよ。とかなんとか言いつつ、このサムネめっちゃかわいいよね。今回も素敵なコースありがとうございました。ふざけるな。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、マリメ2を一度もやったことない友達に作らせた結果がこちら。なんか面白そうなコース見つけちゃったね。で、説明文に注意、クソコです、クリチェに30分かかったって書いてるんですよね。いやこれさ、ちょっと気になんない？マリメ2を一度もやったことない人が作ったんだよ。まあ大体想像はできるんだけど、いい友達じゃねえか。マリメ2をしたことないのに付き合ってくれるなんて素敵な関係ですよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.46% で、みんな気づいたかな、これ作ってる人がピオリスナーって書いてるんだけど、僕のことかな。まあそうだったら嬉しいんですけど。さあ始まった。まあね、一回も作ったことない人がどんなコースを作るか、めちゃめちゃ楽しみしておりますよ。さあファイヤー取れた。ファイヤーを取らせてくれるのはありがたい。やっぱりめちゃくちゃだな。でもさ、こういうのって意外と右に行き続ければゴールがあるんだよな。ファイヤーっていうのはだいたいソーシャルディスタンス。まあ初見にしては結構進んだんじゃないかな。クリアチェックに30分ぐらいかかったとか言ってますけど、僕はそんなにかかりそうにありませんね。私自身はね、マリオメーカー2を4000時間、いや5000時間近くしてますからね。でこの先、さっきやられたところだけど、やめろって。っていうかさ、この雪見大福か。あのジュゲムの雲に乗りさえすれば簡単に上からゴールできるんじゃねえかなと思うんですけどね。いや、このクパクラでいいんじゃない。このクパクラに乗りさえすれば。ちょ、邪魔すんな。いやでもこれもうゴールしたも確定よ。このまま進んじゃおう。進んじゃえばゴールポールが見えてくると思いますよ。初心者かなんだか知んないけどね。私を舐めるんじゃないってんだ。さあここでゴールポール、本当にやってくれるのかい。いや待てよ、下から行って下に何かドアとかあるかもしんないもんな。そこをよく見ておこうか。この太陽ちゃん邪魔すんな。さあここのファイヤーバーもギリギリかわすことができた。やっぱり壁があるな。この壁上から行けますみたいな。え、上なんもないんだけど。え、じゃあドアかなんかあるのかな、このモート。お前どっから出てきてんだよ。待て待て待て、このさ、モートのところに土管が。やっぱりそうだよな。で、なになに、もう殺意高すぎだって。これ上から行っちゃっていい？上からどんどん行っちゃいます。でもくるくる下が見たいよな。ごめん、ちょっと下見たいから下行くわ。下は、ほっほっ、助けて助けて助けて。さっきはこのテルさんにやられたんだよな。で、せっかくだからさ、マリオメーカー2をやったことない人が作ってくれてるから、全体像を見ておこうか。ちょっと見てみたい気持ちはあるよね。そういう人がどんなコース作るのかみたいな。まあこれでこの土管に出ることができた。で、ここもちょっとだけ下から行きます。上から行くのはズルだよな。初心者の方ってさ、上から行けるとかそんなん分かんないもんな。何やってんだろ。お前はなめつてに帰ったろ。ここさ、無傷で右側に行けないのかな。右側に行けそうな気するけど。いやこれはめちゃめちゃうまくなかったわ。じゃあここで右に進みます。でこのね、キラーを避けてナメクセのところがね、難しそうだったんだけど、ワンワン邪魔するな邪魔するな。もうちょっと、なんちゅうコースを作ってんの。
私上から行きたいと思いますよ。あんなん下から行くの無理に決まってんじゃんか。どうせ動いて、おー危ねーで、ドッスンが下に行ってくれた。で、このガーモンを踏んで、こっからどうすればいいんだろうな。ここも下から行けってか。下から行きます行きます。おっおっ、ワッピーかい。みんな見て見て、ファイヤー状態のまま来れたよ。これは激アツなんじゃない。これで上から行くことさえできれば、さっきのところは越えれると思うんだよな。ここで丸々キラーからのキラーはもういいか。右のキラーに乗ろうか。このキラーに乗ってドッスン、いやもうこれ当たっちゃった方がいいのかな。当たって上に行くか。いや、このガーモン踏んで上に行こうか。いや届かねえ。もう当たっちゃっていい、当たっちゃっていい。とりあえず右に行くことが大事なんだ。下なんてどうでもいい、常に上から行こうか。いやちょっと待って、これ床ある、 P スイッチがあるけど、この P スイッチを P ジャンしながら、え、これ本当に初心者の方作った？ P ジャンとか初心者の方わからんのやない？うわ、これ右こえ、床がないとかそんなんないよな。頼む、ドアがあってくれ。ずっとくるくるしてるけど大丈夫？もうずっと遠くも、いや、やべえ、下がねえぞこれ。ジョーカー頼む、なんかあって、なんかあって、流れ星しかねえよ。さあ、さっきの P ジャンプのところまで来たんだけど、ここで下からちょっと様子を見ておこうか。あ、ここにドアがあるじゃん。このドアに入っていきますよっと。そして次はどこに出る？この土管に入ればいいのか。そろそろゴールがあってもいいんじゃない？っていうか中間は？もう何これ、もう何？何？いい加減にさ。今度はファイヤー状態のまんま来れたぜ。これで右側まで駆け抜けちゃおうか。上から行く、上から行かせろ、上から。よしよし、でこれ本当にだろ、マジでいいだろ。よっくれ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 、もう何でもいいんだ。お前ゴール消すなって。絶対次こそゴールしてみせる。一気に行っちゃえばいいんじゃない。こっからもう右にダッシュし続けようか。もうキノコだってどうでもいい、行けー、しゃー。おいで、マリオタイム。嬉しい。まあ私が初心者なんかに負けるわけがないですけどね。いや、これ本当にマリメをやったことがない人が作ったのっていうぐらいなかなか凝ったコースでしたね。普通に楽しかったですよ。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。